皆さんこんにちは。お待ちかね、クイズでズッキュンする時間がやってまいりました。今回は一般常識クイズです。世界的に有名な絵画を出します。その作品名や作者名を答えてみてください。芸術を楽しむには予備知識が欠かせないと言います。この動画をきっかけにあなたの楽しみが増えるかも。問題は全部で3問出題します。あなたは何問正解できるでしょうか。制限時間は10秒です。それでは問題です。1問目です。こちらの作品名は何でしょうか。学校の教科書にもよく載っています。有名な絵ですね。終了です。答えはひまわりです。作者はヴィンセント・ファン・ゴッホです。ひまわりはゴッホの静物絵画シリーズで、ひまわりシリーズは2つあります。初期のシリーズは1886年から1887年頃にパリで弟のテオと住んでいる時に制作されたもので、土の上にひまわりの花が寂しげな雰囲気で置かれた作品群です。後期のシリーズはフランスのアルル滞在時の1888年に制作されたもので、花瓶に生けられたひまわりの花束を描いた作品群です。今回はこちらですね。種子の質感を出すように両方のシリーズとも絵の具を厚く塗って描かれています。ゴッホにとってひまわりとはユートピアの象徴だったそうです。ひまわりシリーズの制作はゴッホの友人だったゴーギャンと関わりの深い作品で、特に後期は自身の絵画技術や制作方法を披露することを目的に制作されていたそうです。1888年2月にゴッホはアルルに移住し、同年10月にゴーギャンもアルルにやってきました。パリ時代からゴーギャンとの共同アトリエを望んでいたゴッホは、2人が利用する予定の黄色い家のインテリア絵画としてひまわりを描いたそうです。このシリーズはゴーギャンを歓迎するゴッホの気持ちがあふれており、ゴッホ作品では非常に珍しい明るい作品となっています。なお、ユートピアに満ちたゴーギャンとの共同生活は2ヶ月で仲違いして破綻したそうです。残念ですね。2問目です。この絵画も有名ですね。作品名は睡蓮です。では、作者名は何でしょうか。終了です。答えはクロード・モネです。睡蓮はクロード・モネによって制作された約250枚の油彩絵画のシリーズ作品です。フランスにあるクロード・モネの自宅の庭を描いたものです。モネの晩年までの30年の間に制作されたもので、モネの後期作品の代表でもあります。特に白内障で苦しんでいる時に多数制作されました。モネはフランスの画家であり、印象派の創設者です。自然に対して自分が認識した感覚を表現するという基本的な印象派哲学を一貫して実践した芸術家として知られています。光の変化と季節の移り変わりを捉えるために、時間帯や視点を変えて何度も同じ風景を描く方法を確立させました。
その中で代表的なのが印象シリーズや睡蓮シリーズです。モネは1889年から主題や遠近法に関連した絵画シリーズの制作および展示をはじめ、亡くなる1926年まで約30年に及ぶ長いシリーズの制作にあたっていました。モネは1893年に敷地を購入し、川の水を引いて睡蓮の咲く池を作り、水の庭と呼ばれる日本風の太鼓橋のある庭を作り始めました。フランス国内外から様々な種類の睡蓮を取り寄せて植え、池には黄、青、白、ピンクと色とりどりの睡蓮が咲いたそうです。水の庭は1895年からモネの作品に現れるが、1898年から大量に描かれるようになります。1900年までの睡蓮第一シリーズでは、太鼓橋を中心に睡蓮の池としだれ柳が光の変化に従って描かれています。その後、1901年から睡蓮の池を拡張する工事を行い、1900年代後半まで睡蓮第2シリーズに取り組みました。第2シリーズでは太鼓橋は見えず、池の水面だけが大きく描かれています。また、当初は睡蓮の花や葉が主なモチーフであったが、次第に水面に映る空や柳の影が主役になっていきました。睡蓮シリーズはいくつかあるモネのシリーズ作品の一つです。他に有名なモネのシリーズ作品はクルーズ谷シリーズや星草の山シリーズがあります。3問目です。こちらの作品名は何というでしょうか。終了です。正解はヴィーナスの誕生です。サンドロ・ボッティチェリの作品です。この絵はギリシャ神話の一場面を再現した作品で、女神ヴィーナスが成熟した大人の女性として海から誕生したシーンを描いた作品です。ギリシャの詩人によれば、ヴィーナスは海から生まれ、ホタテ貝の貝殻に乗って西風の神ゼピュロスと妖精のクロリスの優しい風を受けて、キュプロス島のパフオスに上陸したといいます。このヴィーナスの像は古代ギリシャの伝説的な名画、海から上がり濡れた髪を絞るヴィーナスの絵を念頭に置いて描かれているようです。海から誕生し貝殻に乗ったヴィーナスを西風が強く息を吹いて岸へ運ぼうとする様子が描かれています。右側には季節の女神が赤いローブを持ってヴィーナスを迎えています。右側の岸辺の先には果樹園が続いており、これは黄金のリンゴの園と呼ばれるギリシャの理想郷ヘスペリデスを表しています。ボッティチェリはルネサンス期のイタリアのフィレンツェ生まれの画家です。ボッティチェリは本名ではなく、一説によると酒樽のように太っていた長兄のあだ名を受け継いで、小さな樽という意味のボッティチェリになったそうです。今回のヴィーナスの誕生とプリマベーラの2つの名作を残し、初期ルネサンスを開花させた人物のうちの一人です。生涯のほとんどをフィレンツェで過ごし、中世的な宗教画や神話画の制作を手掛け、その後も古典的な題材の作品を多く残しています。ボッティチェリは早くからその才を認められ、後に自分の工房を持った際は
当時の大富豪であったメディチ家の講演を受けたことで、フィレンツェの街を華やかに繁栄させることになります。春やヴィーナス誕生といった題材は、古典文化の再生を目指したルネサンスの思想を受けたもので、まさに当時のフィレンツェそのものを表しています。しかし約20年間にわたり権力者メディチ家の支配下にあったフィレンツェも、フランスの侵略でやがて衰退を始めます。それと同時にボッティチェリも表舞台から姿を消していきました。晩年はメディチ家の大敗ぶりを鋭く糾弾して追放したサボナローラの宗教的影響を強く受け、最盛期の華やかな表現は消え去り、神経質な表現へと作風は一変したそうです。今回は絵画に関するクイズでした。いかがでしたか？有名な絵でもその背景や作者まで調べてみるととても面白いですね。この他にも様々なクイズを配信していますので、他の動画もチェックしてみてくださいね。ぜひコメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。